細川沖文は、日後国宇都藩の第五代藩主。第三代藩主、細川京生の三男。母は、畜藩氏。官位は、十五位下、中塚佐所有。陽名は、鉄之助。署名は、京州。遠長二年、死死のなかった兄、京座との養子氏となり、同年の兄の死去により、家督を継いだ。この頃、宇都藩でも、 財政窮防化が進んでいたが、教文は本家の細川重方と協力して反省改革に取り組んだ。教文はハゼなどの幸いを奨励し、受学者の江口慶次郎を招聘して、藩校、恩地館を創設する。さらに茶道においても小堀長順を招聘して学ぶなど、食産工業政策や教育制度の確立に尽力した。明和九年正月十五日、 病により、家督を三男の律令に譲って隠居し、月置きなと号した。天命5年7月5日、63歳で死去した。文化人としても優れており、隠居した翌年には聖武案を建築し、作動書である平、平尾家、諸品集や歌集である、桂源以降、自家貧乱など多くの著作を残している。蘇る江戸の彩り日本最古の押し花店。 豊岡市立出土文化財管理センター。http:/www3.st.oyoka.lg.jp:/debun/060511hknh/html/tenji04.html <bueno>。ありがとうございます。